聞こえますか？どうもどうも。はい。7月19日、午後6時20分、ワンパンマンのストリーミングです。ステレオ配信、お断り。こんにちは。よく聞こえます。これね、止まるのも治るといいんですけどね。さて、まだあれかな、録画のログに音声はつかない感じなのかな。音声消えちゃってる感じなのかな。Hello everyone. This is Yusuke Murata live streaming. Okay. お、録画の音声復活してます。マジっすか？あら。あらら。本当か。よかったよかった。よかったですね。あと、リーさん、ちょっと、あれっすよ。送りましたんで、贈り物がありますんで、はい、お納めください。この間のお礼です。まあ、こんなもんが届きますんで、よろしくお願いします。ちょっとね、顔直したんですよ。この間ちょこちょこ直してた。
一蔵さんそれは もらおうとしてるってことなのかな。いや、これ、あれですから、ちょっと、俺なんで、すいませんね。テスト勉強はに頑張ってください。俺も頑張ります。あれの活用方法の慢性生徒の相談は進んでますでしょうか？いや、全然、あれはまだ相談してないですね。その吹雪組のあれこれとかね。なんだろうな、慢性生は率先してね、なんか、エロマシエをこう使いたい感じじゃないだろうから、どうなのかな。まあ一応提案はしますけどね。一応僕もいっぺん書いたわけだから使いたいし、ただな、縮小して使うにはちょっと細かすぎるんだよな。随分タッチが潰れちゃうかも。ああ、そうか。そういや、ワン先生も昔、なんか、そういや、扉絵で描いてたな、女の子のヌード。あれ結構可愛かったと思うけどな。突然どうした感がすごかったけど。あれ可愛かったっすよね。する機会を考えようかと思います。しかしなあ、扱いの難しいもんを書いちまったな。 間違えて編集部に送られた贈り物って僕だけですか、もしかして。いや、なんかある程度いくつかまとめて送られてきたんで、溜まってたんだと思います。他の
はい、じゃあこのページは終わり。そうですね。キャラに沿ってるかどうかは大事ですよね。そうそう。キャラに沿ってるかどうかは大事っていうか、それ、そこが一番大事っていうか、それしかないもんな。キャラクターの絵なんて。白い130白い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 
なんかね、あのパワー系のキャラがいっぱいいる漫画の割にはこういう重いパンチの応酬みたいなのってあんまそういや最近書いてなかったですね。あの新海王とルイズナーのあの重いパンチのどつき合いは結構好きだったんでああいうのまた書きたいですよね。どんどん埋めていきましょう。全くその通りです。この通り。いや、レポート用紙も白いですか。頑張りましょう、お互い。頑張っていきましょう。古いな。ああ、ほらほら。まあ、思いっきりネタバラしたけど、そうでしたね。いやー、どんな美少女忍者なのか楽しみだわ。
よく目ん玉が飛び出す漫画だな。深海王のね、あ、ありがとうございます。深海王バトルはなんかやっぱりね、あいつ強さ鬼なのに、なんかインパクトで言ったら鬼以上のものありますよね。深海王ってなんか怖かったもんな、原作の頃からね。万先生は怖がる人のね、怖いキャラ描くのもうまいし、怖がるやつのリアクション描くのもうまいんですよね。オールバックマンとかね。水流と望月のあたりもね、絶望感すごかったもんな。すげえ印象に残りますよね。というか、モブサイコの最終巻が今日発売だったらしいですね。なんなんだ、全然あれですね、僕知らなかったですね。今日発売だったのか。告知してましたっけ？浦さんの方でしてましたかね。浦さんじゃなくて、漫画ワンか。これならちょっとは聞いてる感じがする。 背筋だ、背筋。あ、そうなのか。どうなんでしょうね。こいつはまあ普通に雑魚ですけど、いつ囚人たちとのバトルではまた別のあれを演出を考えます。すごいやつを。
にかくその場その場で一番すげえことを出し惜しみしないでやらないと。深海王程度の強さはあるのかもしれないですね。分かんないよ。そんなにケチョンケチョンの雑魚っていうわけではないでしょう。ああ、そう、ジャガのネームのね、ワンさんの早くね、チェックを通さないと。枚数が多すぎて、とりあえず死体が入んないとチェックもしてもらえないから。全部死体が入ってるわけじゃなくて、虫食い状態だから。
早く全部死体を入れてチェックしてもらわないとね。これもうボツになっちゃったらボツになっちゃったーっていうとこまでちゃんと配信しますんで。なんかそれがね、リアルタイムメイキングの 醍醐味でもあると思うんで。ボツになっちゃった、あひゃーみたいな。スタッフさんがいない間にスキャンして送んなきゃいけないんですけど、死体入れてね。スタッフさんがいる間はとにかくもう僕追っかけ回されながら、こう追っかけられながら絵を入れないとスタッフさんの手が空いちゃうから。スタッフさんが帰って夜中とかは明日の仕事作んなきゃいけなくて やっぱり死体がまだ入らなかったりするからね、よくないよな 今日ちゃんとチェックしてもらいます。今日チェックしてもらいます。敵ドラクエのデスピサロを連想しますね。そうなんですよね。書いてみたらデスピサロっぽくて もうちょっとね、カエルっぽいやつだったんだけどな。目ん玉飛び出したら余計デスピサロっぽくなっちゃった。あれはページずれちゃいましたよ。もうページずれちゃったらね、もうページずれちゃったらページを増やす方向でいきますよ、むしろ。もうちょっとページ増やしたいところ少しありますからね もうちょっと大駒にっていうところ。中にも顔つけたら完璧ですね。そうですね。ああ、そうか。なんか見たことあんなと思ったら、これお腹についてる顔に似てんな そうだわ。デスピソロのお腹の顔が頭についてる感じだよ。よくないね。よくないね。鼻のなんかこう、ちょっとな、そんなベタなところに似なくてもよかったのに。まあいいか。じゃあオマージュってことで。オマージュですよ。
敬意を表してのことです。モノマネ芸人かなんかもう。モノマネの元ネタ その芸能人の方、大好きなもんで、みたいな。大好きって言っときゃ何やってもいいだろう、みたいな。ことじゃないんだぞ、オマージュって。まあでもドラクエは本当に好きだからな。200ページになったりし、最終的にはそこ行きたいですよね。それぐらいはやりたいですよね。月1で208ページって頭おかしい感じ。最終的にはね、まあ、今はちょっとまだ難しいですけど、デスピサロの音楽よく覚えてますね。ああ、デスピサロじゃなくて、今のはあれですね。第一形態の、エスターク状態。エスタークの曲ですね。テレテレテーン、テン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 、テテレテン、テン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 、テンテレテテン。あれだな、ゾーマとかの曲に比べると主旋律がちょっと分かりにくいな。デスピサロの曲ね、割とアップテンポな曲で来るかと思ったら、意外に落ち着いた曲でしたね。4のラスボスは。もうあれでしょう、ラスボス戦が始まったら8回逃げるですよね。8回逃げる。全部会心の一撃になるっていう。あ、もうおっさんトークだなこれ。
すごいよな、鳥山さんのあの当時の忙しさって言ったらもうちょっと想像を絶する感じですよね。ドラクエ4に関してはなんか攻略本のイラストまで鳥山さん書いてましたもんね。よう時間があったなっていう。ドラクエ4の時は確かサイヤ人編ですもんね。ベジータ、ナッパを倒して、ナメック星にクリリンたちが行く。フリーザ編か。一番忙しい時じゃん。すごいなぁ。ああ、そうですね。ドラゴンガローさん全部がアナログでしたね。でもなんか鳥山さんのね 鳥山さんを継ぐべくしてなんかこう、なんていうのかな、鳥山さんのタッチで絵を描く人は結構増えてきましたね。ドラゴンガローさんもそうだし、ツイッターだとなんか見てる限りだと、椎の実さんっていう人がすっげえうまかったですね。鳥山さんのタッチのまま可愛く描くっていうのができてる人だから、すげえなーって思いました。鳥山さんのタッチで可愛いは椎の実さんができてるわけだから、ドラゴンガローさんは鳥山さんの絵でかっこいいっていうのをこう、かっこよさを抽出するのをちょっと見てみたいですね。期待してしまいますね。あの人の18号大好きです。ああ、そう、18号とかね、鳥山さんの描く女の子、うまいことなんかその古さを出さずに抽出してますよね。目がいいんだな。どこが可愛さのポイントなのかをすごく把握してらっしゃる感じが。ワンマンは、そうですね、ワンパンマンは最初から、僕がアナログでスタッフがデジタルというそういう形をとってます。まあ最初の頃はなんかトーン処理だとかその細かいことのやり方はね全然俺知らなかったんですけど、最近は
ある程度処理だとか自分でもできるようにはなってきました。あれひどかったですね。あれか、井上さんとの対談ですよね。鬼ですよね。本当鬼すぎて笑っちゃうよな。すごいよ。もう鳥山さんね、連載終わってからなんかどっかでなんかドラゴンボールの後半はもう悪魔に欠かされてたようなもんですみたいなことを鳥山さん言ってたらしくて、鳥島さんのことだなって思いますね。すげえよ。鳥島さんはな、見た目通りの人だよな。ピッコロ大魔王のモデルだって聞きましたけど、ソラカはどうでしたか。ソラカの時はあれはまだオールアナログでしたね。デジタルは導入してなかったですと思います。アンパンマンになってからですね。豊島さん怖すぎだよ。すごいよな。まあ600万部なんて異常な数字はやっぱね、どっかで誰かが異常なことしてないと絶対無理ですよね。鳥島さんがむちゃくちゃする人で、鳥山さんがどこまでも鳥島さんにちゃんとついていく人、ああいう人じゃなければ600万部は無理だったろうねって編集さんも言ってましたね。お父さんも、いいよな。ジャンプ店行きたいけど行く時間がない。特徴的な絵にしようと考えたことはありますか。ないですね。特徴的な絵は、なんだろうな、無理やりつける個性ってなんていうのかな、ノイズにしかならないような気がするんですよね。なんかどう描いてもそうなっちゃうっていう部分がその人の個性だろうって思うんで、にじみ出てくるもの。例えばなんか丸々ね、その誰かの漫画を丸写ししてみてっつって丸写ししてみたり、誰かっぽく描いてみてって言われて描いた時に、
もうオリジナルとは全然違う何かが残ってたら、それがその人の個性だと思うんですけど。いや、俺ジョジョの気候でジョジョそのまま書いたな。模写してましたけど。あれはちょっとな、申し訳なかったな。飛行機までの時間が全然なくて、1時間ぐらいしか時間がなかったから、模写になっちゃってね、申し訳なかったな。なんか丈太郎を描く感じだったんですけど、丈太郎はもう、ジャンプのね、あの集合ポスターの方で俺風に寛骨脱退したというか、俺風にした丈太郎は一度描いてたんで、じゃあまあ今回は模写でもいいかなと思って 完全なエミュレートを目指して描きましたね。まあだって完全なエミュレートの丈太郎ってね、今荒木先生も描けないわけじゃん。 喜んでくれる人いるかなと思ったんですけど、編集さんに持ってったら 編集さんはうーんって言ってましたね。 いやいや、しまったって思ったけど、デスノートのイラストのヤガミライトの表情を笑いました。さすが小畑先生です。あれ何なんですかね、なんか意図があったのかな。なんか、あいつも、なんだっけ、ミサも、エルもちょっと表情を崩してる感じしましたけどね。何だったんだろう。なんであんなギャグっぽい表情をしてたのか。中国では好評ですよ。あ、本当に?本当に?ああ、よかった。喜んでくれる人がいた。いたいた、よかった。そうだよ、あの丈太郎が大好きなんだもん俺。すごいよね、あの時の3部の時の荒木先生の油の乗りっぷりすごいよね。生命参加ですよ、漫画が。前編にこう生命感が横溢してるというか、しまった。ミライト、あのライトはなんかあれですもんね、あの書き下ろしのライトはなんか悪い顔をするにしてもね、あのエルが死んだ時に見せた表情とか、あと計画通りっていう時のあの顔とかともちょっとニュアンス違いましたもんね。やっぱりギャグっぽく描いたのかな。まあそうですね、あの人はそもそも究極生命体なので、あら先生ね。吸血鬼ですもんね。やべえよ。この間なんか、エジプトでなんか黒い棺が見つかって。
大発見だみたいなニュースになってましたけど。荒木先生、ああいうので寝起きしてそうですもんね。へえ、デモンかっか。うわ、すごい。すごいな。吸血鬼とデーモンが同い年。運命的なものを感じるぜ。いや、全然なんか俺の方が全然ガキンチョですよ。 見た目は。 それはまあ荒木先生もね、スーツ着てパリッとしたところにこう出てらっしゃる時は、僕は年相応ですからね、そりゃ。今回光の子のイラストは、ああ、そうでしたね。意外、なんか、あれは本当に小畑先生、時間なかったんだなっていう感じですよね。まあ、プラチナエンド、本当大変そうだからな。月刊連載で60ページか。50近くで月刊連載で、ページ数は結構大変だと思いますよ。小畑先生は俺の7つ上だった。あ、7つ、いや9つ上か、9つ上だったかな、9つ上だったかな、7つ上だったかな、どっちだったかな。何言ってんすか先生、二十歳ですよ。ああ、そうでした。 20年、2回目の二十歳。そうそうそう、2回目の二十歳ですよ。そうですね、60迎えた時にはまた 3回目の二十歳だって言い張ります、しわしわで。初見です。こんばんちは。おはこんばんちは。こんばんちは。ちょっと俺飯食いたいな。何食おうかな。
先生の好きな漫画は何ですか？寄生獣かな。寄生獣とドラゴンボールとカルビンソンですかね。あとはドラえもんとか。僕が生涯ですごく強く影響を受けたのってその3つじゃ、あ、その4つじゃないかな。あとは映画とかゲームとかの影響が大きいような気がしますね。ああ、ゲームだと秋物、そうですね、もうカプコンのお三方は絶大な影響を受けましたね。秋物さん、キヌさん、ベンガスさんですかね。やっぱすごいよ。具体的に言うと、なんか、キヌさんからは、リリッサかな。で、アキマンさんからは、なんか、量感というか。簡単な線なのに重みがある絵を描く人なんで、そこがすごく新鮮だったのと、あんまそういう漫画絵って、あの当時なかったから。ここがやっぱすごかったのと、ベンガスさんのその色彩設計ですかね。色が綺麗なんだな。あとなんかアメコミをなんか本当見やすくした感じの絵だから、なんつうのかな、マーベル VS カプコンとかで描いてたイラスト好きだったな。主線が鉛筆で描いてあって、でフォトショーかな？で、こう着色してあってみたいな。主線がペンじゃない漫画絵って、なんかいいなって思ったのはあの辺でしたね。いつかなんか自分も漫画でやってみたいって思ってるんですけど、なかなかできないな。ああ、そうそうそう、キヌさんはね、キヌさんは本当、あれなんですよね、あの人も自分が好きな作品は、自分の絵で、なんか自分の絵っぽくアレンジして描くんじゃなくて、なんか元のね、イラストの味だとか、いつも、何かに寄稿されたりするときは、あたいのファン根性を見ろみたいなことを言われて。たりするんですけど、本当になんか愛がほとばしってますよね。雰囲気を壊さずにそのまま再現するっていうことをされますよね。
ちょっとスタッフさんの仕事をチェックしないといけない。ちょっと晩飯買ってきていいですかね。おかずになりそうなもんちょっと買ってこないとな。
買い物行ってきますね。うん。晩飯どうしようか。最新つけっぱですか。つけっぱがいい、それとも切った方がいい、どっちがいいですかね。つけっぱでいいか。帰ってきたらちょっとここで飯食うか、じゃあ。久しぶりに。帰ってきたらでもあれだよ、なんか味噌汁作ったりとかするんですよ。しばらく。おかずに丼はやめてくださいね。いやいや。そんなことするやつがいるわけないじゃないですか。誰ですか、そんなことするやつは。ご飯におかずにうな丼とかね、食うやついないでしょ。村田先生は健忘症かな。すごい、スキャンして指定してから行きますね。
こういう絵を描くときは本当お腹いっぱいで力が溢れてないとね。力が出ねえって状態じゃダメだよね。
買い物行きたいな。早く買い物行きたいな。私はあなたのような大ファンです。私はちょうど行ってみたい。いよいよ維持。ありがとうございます。
Thank you.
よし、できた。指定ができたので、ちょっくら出かけます。おお、とてもクール。私のメッセージ読んでくれてありがとう。あなたは私に私の最大のファンの応答がどれほど幸せであるかわからない。ああ、ありがとうございます。こちらこそ。行ってみます。できます。
今と。戻りました。もう
まあちょっと嬉しいと思います。
いただきます。いただきます。サバうめえかな、どうかな。いただきます。うわ、骨が。あ、よかった、うまい。うん、ああ、魚買ってきて焼きました。うん、やっぱ焼きたての方がうまいもんね。うん、うめえや。うん、竹の子ですね。わかめと豆腐。ああ、そうそう、スティンガー的なね。これは納豆と卵ですね。うん、うまい。これはゴーヤチャンプルですね。うまくってんのはゴーヤチャンプルで。
赤味噌とか好きですよ。進めねえとな。まあ、晩飯ちゃんとしたの食ったからあと二頑張りぐらいはできますね。ずいぶん小骨が多いサバだな。
って私は料理を手伝いたい。それはソニックのセリフなんですか。ああ、いいな。うん、ソニックが作ってくれるのはいいけど、怪人細胞のソテーとか出てきそうだな。なんか壊しちゃうわ。見た目は美味しそうですけどね。そうですね。なんかクレソンとかこじゃれたものも添えてましたね。ごちそうさまでした。美味しかった。ああ、よかったよかった。まともなもん食ったぞ。
とはチーズですね。よいしょ。どうした？あ、やべ。1ヶ月9800円。へえ、有料プラン、それは見る側も払わなきゃいけないんですか？見る側も払わなきゃいけないってのはおかしいね。いやー、スタッフさん一人にちょっと、仕事振るのを忘れてましたね。もう、なんてこった。バッキャロー。いやいや、うま
く回せてないな。料理してる場合じゃなかったね。バカ野郎。もうお腹いっぱいになったからいいけど。今日という一日が、もうもったいねえな。申し訳ない。しまったな。出た。やってもうたな。申し訳ないね。すごい来てもらってんのに。そう。
ああ、そうですね。深海魚、確かに、取りようによっちゃいいし、いい師匠ですね。最後のタコも買おうと思ったけど、暑いで断念。そんなに暑いですか？そんなに暑いんですね。ちょっとやられっぷりがキモいな。なんかいい方法ないかな。いい表現ないかね。そもそもキモいか、こいつ。つってこう 連打食らったところが全体的にへこんでるぐらいにかけるといいんだけどな。やられっぷりのキモさに、まあそうだな。まあなんかプリズナーが深海王にやられた時も、なんかちょっと穴ぼこだらけになった時の描写がちょっとキモかったかなと思って。なんとかこう、そんなにキモくなくする方法ねえかなと思ってたんですけどね。基本あれ北斗ですもんね、あの連打食らってる感じ。北斗はそんなに気持ち悪いと思ったことないから。北斗すごいっすよね。あんな凄まじいバイオレンス描写なのに、不思議とそんなにキモっていう感じにはならない。なったかな？ なったのかな、当時の人は。バコワーっつって人が弾けてんのにね、そんなに黒く感じないのは、そんな内臓とかを克明に描く感じじゃないからなのかな。んとなく内臓っぽいのがあるよ的な感じの描き方でしたもんね。
んなに殴られてはキモくなるのも仕方ない。まあ仕方ないか。いや、ネイキッドではないですよ。サムネだと敵がデスピサロに見える。まあこれでもデスピサロに見えるかな。デスピサロこっちでしょ。これちょっと似てしまうのは嫌だね。目のところの表現だけ変えればちょっと違って見えるかな。フレッシュのセーターはこれ着てるんですよ実は。まだピッチピチになってしまってるだけで、もう村田さんは油断すると全部ピチピチにしてしまうんだから、もうしょうがないね。災害レベルとお名前、ああまあまあそこら辺はね、松先生これ名前どうしますかつって相談したら、デスピサとかになったら嫌だな。先生それちょっとどっかで聞いたことあるんですけど、そうですかねなんつって、いや僕の勘違いでしたーつって、なんだそっかーつって、更新された時にこれがデスピサになってないことを祈るよ。